SNS 世代の CM 革命、平野紫陽のデジハリ CM が醸し出す広告の新たな次元。こんにちは、皆さん。今日はデジタルハリウッド大学のテレビ CM に焦点を当て、その新たな広告の未来について探ります。今年も注目を浴び過去の CM には、なんと人気俳優の平野紫陽さんが出演しています。彼の魅力的な演技が大学のメッセージと融合し、視聴者に強力な訴えかけをしています。通常、 この CM は大学の哲学を伝える手段として機能していますが、今年のものは特にユニークで注目されました。2月10日に平野志洋さんの起業が発表され、同時に30秒の WEBCM が YouTube に公開され、瞬く間にファンのコミュニティで大いなる話題となりました。その後、2月16日には60秒のバージョンがミュージックステーションで放送され、さらなる注目を集めました。 放送後、ミュージックステーションの番組ハッシュタグと並んで関連するハッシュタグがトレンドのトップ5入りし、それは平野志洋さんの人気だけでなく、デジタルハリウッド大学のメッセージが多くの人々に共鳴している証拠です。この CM はもはや単なる大学の広告を超え、自分らしく生きる勇気を与えるインスピレーションの源となっています。デジタルハリウッド大学は技術とクリエイティビティを融合させた学びの場として知られていますが、 そのメッセージは技術的スキル以上のものを伝えています。自らの道を歩むことの重要性を訴え、多くの人々に共感を呼び起こしています。平野志洋さんの存在はこの CM に深みと魅力を与えています。彼の演技は大学のメッセージをより強く伝え、多くの人々に自己実現の重要性を再確認させるでしょう。デジタルハリウッド大学のテレビ CM は今年も大きな反響を呼び起こし、 ヒラノシオさんの加入によってその影響力は一層増大しました。そして、これは単なる広告ではなく、社会的なムーブメントの一環としても捉えられるようになっています。そのメッセージは多くの人々に自己実現の重要性を認識させ、新たな可能性を探求する勇気を与えています。ヒラノシオさんの演技もこのメッセージを強く訴え、CM の成功に大きく貢献しています。 総括すると、デジタルハリウッド大学のテレビ CM は今年も大きな注目を集め、社会的な話題となりました。平野志洋さんの企業がその成功に大きく貢献し、自己実現と挑戦をテーマにしたキャンペーンの一環として素晴らしい結果を生み出しました。彼の人気と才能は CM 内での発言への反響や視聴者への訴えに大きな影響を与え、デジタルハリウッド大学のキャンペーンの一貫性を強化しました。 今年の平野志洋さんの CM は、成功したアーティストたちのストーリーと一貫性を持ちながらも、新たな高みに到達しました。彼の存在が大きな注目を集め、多くの人々にインスピレーションと希望を与えることに成功しました。デジタルハリウッド大学の CM は、広告以上に社会的な影響を持つものとして、新たな時代の広告の可能性を提示しています。